世界のジャパンチャンネルへようこそ。韓国の反日を嫌って日本企業の韓国からの撤退が進んでいます。一体何があったのでしょうか。それには2019年に韓国で起きた日本製品の不買運動が関係しているようです。今回は日本不買運動で自爆する韓国に関する話題と、それに対する韓国と日本両国の人々の反応をご紹介します。韓国のムン前大統領が掲げてきた反日的な政権運営のせいで、韓国と日本の関係はとても悪くなっています。これまでも韓国は反日を謳ってきましたが、2019年7月頃までは貿易などの民間交流はなんとか正常に機能していました。しかし日本が韓国に対してある疑惑を持ったことで、それも悪化してしまいます。その疑惑とは、日本から輸入した戦略物資を本来売ってはいけない国に韓国が横流ししているのでは？というものです。戦略物資とは、化学兵器の原料やミサイルの部品などに使える物品のこと。好戦的な国や危険な団体の手に渡らないよう、国際的に厳しく管理されています。それを韓国が勝手に横流ししていたとしたら、関係悪化は避けられません。案の定、韓国は日本から輸入した戦略物資を第三国にそのまま輸出していました。日本が問い合わせをしても、韓国は知らぬ存ぜぬ。韓国を信用できなくなった日本は、韓国に輸出する際には一切チェックを入れない特別扱いをしてきたが、それを撤廃する。これから戦略物資を韓国に輸出する際には、他の国と同様に毎回申請してもらう。と韓国に通達しました。この通達に韓国は、日本は我が国に対して不当な輸出制限を行っていると騒ぎ出します。あくまで通常の扱いに戻しただけだったのですけどね。この騒ぎはどんどん加熱し、ついには日本製品の不買運動にまで発展しました。慰安婦問題や徴用工問題の裁判もあり、韓国の人たちはどんどんヒートアップ。2020年8月に行った調査では、韓国人のうち 75% が不買運動に賛成していたそうです。しかし、大東文化大学経済学部の高安教授は、この不買運動が日本に与える影響は大きくはない、と指摘します。ビールを例にとりましょう。2019年8月には日本のビールの韓国への輸出が 97% 減りました。しかし、これは日本から韓国への輸出全体で見るとわずか 0.15%。 日本経済に与える影響は小さいでしょう。いくら韓国人が不買をしても、日本には大した問題ではないということですね。それどころか、不買運動の代償として韓国は日本からのとんでもないしっぺ返しを食らうことになるのかもしれません。ムン政権の失敗による不景気と日本製品不買運動が重なって、日本企業にとって韓国の魅力はどんどん減っているといいます。日本総合研究所の向山上席主任研究員はこの状況をこう解説しました。韓国は日本よりはるかに速いスピードで低成長社会に突入している。日本企業から見て、韓国へ投資する魅力がどんどん減っているのが実情だ。なるほど。韓国には未来がないと感じ取った日本企業は、続々と撤退しているわけですね。2019年には、韓国から173社の海外企業が撤退。日本企業は、そのうち最多の45社を占めていたそうです。2020年に入っても、日産の撤退発表やユニクロの閉店が続きました。日韓関係の悪化は、むしろ韓国側にダメージを与えている場合が多いと言います。例えば、日韓間に就航している格安航空会社は、9社中8社は韓国の会社ですが、その収益の実に 50% も、
日本路線で得ていました。現在では感染症の影響も加わり、韓国の格安航空会社の経営は火の車のようです。こうした一連の流れに韓国の人たちはどう反応しているのでしょうか。その一部をご紹介します。海外の反応。日本のくせに我が国に指図なんて。だったら日本製品はいらない。韓国の売り上げがなくなって困るのは日本だろう。俺も日本車に乗っているやつに文句を言ってやったよ。日本が頭を下げてくるまで我が国は一丸となって不買運動を頑張るぞ。日本がなくても困らないように我が国も調達先を世界に広げないとね。バカな国だ。おとなしくしていればちゃんと買ってやったのに。日本製はいいものが多いから今回の騒動も早く収まらないかな。何でもかんでも日本製がダメなんて息苦しいな。だって身の回りには日本製が溢れているんだよ。以上が韓国の人たちの反応でした。日本製を欲しがる人も一部いるようですが、大多数は不買運動を正しいものと認識しているようですね。では、日本の皆さんはどう思っているのでしょうか。寄せられていた声を見てみましょう。日本の反応。企業撤退も遅すぎ。こんな国は放置で構わない、関わらない、助けないが一番だ。いい傾向だね。このまま断交まで行きましょう。韓国の異常さに気づくのが遅すぎません？ネット民は数年前から熟知していたと思うけど。いいね。粛々と撤退しましょう。こういうの見るたびに韓国ではなく日本に生まれて本当に良かったと思う。恩をあだで返す国、人種には二度と関わらないようにしないと、お互いのために良くない。結局は教育の問題だからね。政府は関わらないでほしいなと思うだけで、人種とか人柄まで否定するのはな。ノージャパン、続けてほしい。永遠に続けてほしい。こちらとしては何も不利益じゃないからね。現実を見よう、世界を見よう、そして自国の状況を見よう。あ、でも、ノージャパンは歓迎です。以上が日本の人たちの反応でした。政治的な話と人種や人柄は分けるべきという意見もありますが、このまま断交まで持っていくべしという意見が大半のようです。韓国から続々と日本企業が撤退し、それで日本が不利益を被ったかというと、全くそういったこともなく、韓国での売り上げが半分以下になった日本の自動車会社は、代わりに中国での売れ行きが絶好調。中国では韓国の336倍も日本車が売れているそうです。韓国最大の自動車メーカー、ヒュンダイ関係者は、我々は、中国ではトヨタなどには絶対負けないと豪語したそうですが、売り上げは落ち続け、今や中国市場ではトヨタの4分の1程度の売り上げしかない状況だとか。ユニクロの韓国店舗は2019年8月には187店舗ありましたが、2023年5月には126店舗に減っています。その撤退でユニクロ全体が打撃を受けたのかというと、全くそんなことはありません。こちらも中国での売り上げが好調で、2022年8月には中国での店舗数は897店舗、日本の直営店799店舗を大きく上回っています。時価総額も3割増しとなり、韓国の不買運動の影響は全く見られません。韓国日報のチェ・ウォンソク記者は、結局韓国の不買運動は
日本企業には影響を与えなかったようだ。中国は過去の問題について韓国と同じく日本と対立している。しかし日中の両方とも政治と経済を切り離し、お互いの実益を探るために努力している。文政権の政治まで関わった韓国の日本不買運動は結局韓国自身の不利益となって帰ってくるだろうと指摘しました。実際海外に進出した日本企業は2017年時点で合計 75,531 社、そのうち韓国には945社しか存在しなかったといいます。割合で言うと全体のわずか 1.25%。 韓国人がいくら日本製品不買運動で盛り上がっても日本にとっては痛くも痒くもない。日本の屋台骨を揺るがすことは不可能ということがわかりますね。それにしても現実を見ることができないムン前大統領と韓国人は一体何を考えていたのでしょう。私たちは日本とは違う道を進んでいきます。これは2020年の7月、日本製品の不買運動を進めてちょうど1年の節目でのムン前大統領の発言です。まるで離婚する夫婦のような言い草で開いた口が塞がりません。実は当時の文政権的には反日政策をやめられない事情がありました。景気の悪さ、失業率の上昇、高騰を続ける不動産価格などの不満から国民の目をそらさなければならなかったのです。そのために文前大統領の他にも政府関係者や韓国メディアから様々な声が上がったといいます。我々は日本のずるい輸出規制に勝った。これからは日本抜きで韓国は飛躍する。不買運動のおかげで韓国製品が伸びた。我が国に買ってもらえなくて日本はさぞ苦しかろう。多くの韓国人もまさか日本企業が本当に撤退するとは思っていなかったようです。先の争いで我が国に迷惑をかけた日本のくせに輸出規制で強気に出るなんてずうずうしい。道理はこちらにある。それに韓国企業と日本企業には長い人付き合いの積み重ねがある。そんなに簡単に取引が終わるわけがない。こういった自分たち本位の声が大多数だったといいます。しかし2020年7月に韓国経済という経済新聞が韓国人にとって大誤算とも言うべきニュースを報道します。トヨタ、ホンダ、日産などの企業が部品調達先を我が国から台湾やベトナムに変更している。この大ニュースを受けて韓国の某メッキ工場の社長は取材にこう答えています。うちは日本企業と数十年も取引をしてきた。それが急に打ち切られた。感染症の影響じゃないと思う。それより日韓の政治対立のとばっちりを日本企業が恐れたように感じた。取引を切られたメキ工場はうち以外にもたくさんある。こうした部品関係の産業は韓国の経済を支える重要な産業。年間売上は約15兆円にもなり、韓国の製造業の売上の実に 10% を占めています。文政権の掲げた反日政策がこういった産業の経営危機を招いてしまったのです。韓国は日本企業からもはやカントリーリスクが高い国だとみなされているそうです。国家間の約束を守らないことや感情的な不買運動にすぐ発展するところなどが許容できないリスクとして認識されるようになってきたということですね。もはや積極的に韓国に投資をしたり進出しようとする日本企業は皆無だと言えるでしょう。すでに手遅れかもしれませんが、もしこの状況を危惧して韓国政府が日本に歩み寄る態度を見せたとしたら、そんな甘い考えは韓国政府にはありません。彼らの主張は、我々が不当に働かされた人たちの問題の判決に従って日本企業の資産現金化を行ったら、我々は
日本の報復に耐えられるかというものです。問題を解決するどころか我慢比べにでも持ち込む気でしょうか。実際は約束を守らない韓国という評価を着々と積み重ねていることに韓国政府はまだ気がついていないようです。現実を見ないのか見えないのか理解に苦しみますね。そんな韓国を横目にベトナムは日本の脱韓国を歓迎してくれています。2019年7月の日本の対韓輸出管理強化からほどなく、同年12月6日、ユニクロの東アジア最大級の店舗がベトナムのホーチミン市にオープンしました。3階建てで売り場面積が3000平方メートルにもなるこの店舗は初日から大盛況。その後もユニクロのベトナムでの快進撃は続き、ユニクロの柳井正会長兼社長は2021年の4月、ベトナムについてこう語っています。私たちユニクロが最近店舗を展開しているのはベトナムです。どこのお店も売上は絶好調です。それだけではありません。ベトナム政府から協力をいただいて、小売業の近代化やベトナムの人材が世界的に活躍できるような仕組み作りを進めています。2023年現在、ベトナム店舗数は12店舗。感染症の影響が少なかったこともあり、大幅に収益を重ねているようです。また、ベトナム政府と協力し合って、ビジネスと現地の人材育成を同時に行う、互恵関係を作っているのも素晴らしいですね。まさに、ウィンウィン。何かと反日で難癖をつけてくる韓国政府とは大違いです。日本企業との建設的な関係を一緒に考える姿勢を持ったベトナム政府。多くの日本企業にとって好ましいと捉えられるでしょう。ベトナムは東南アジア諸国の中でも特に経済成長が目立つ国。人口の統計を見ると経済成長は2050年頃まで持続すると予想されているといいます。そのため多くの日本企業も先のない韓国を見限り、ベトナムに熱い視線を送っているわけです。2023年5月の時点で、ベトナムへの進出日本企業数は、5年前に比べて405社増と、増加数ではトップになりました。韓国から脱出して、ベトナムに向かう日本企業は、これからどんどん増えそうですね。政府も国民も、ことあるごとに反日に励んできた韓国。どうせ日本は、韓国を見捨てねえ。そう高をくくっていたのかもしれませんが、日本企業が撤退して大慌てという話題でした。せめてもう少し我が身を振り返り、現実を見ることができたら、違う未来もあったのかもしれませんね。長きにわたる韓国の日本製品に対する不買運動ですが、近年は不買の意味を理解せずにデモを行う団体もあり、もはや不買が一種のパフォーマンスになりつつあるようです。今回は韓国のちょっとおかしな日本製品不買運動の話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応を、私エリのナレーションでご紹介させていただきます。2019年7月、ソウルの日本大使館前で韓国の団体が不買を訴えるデモを行いました。このデモは日本の輸出規制に反発した不買運動の一環で、購入してきた T シャツやビールなどの日本製品をゴミ箱に入れたり、あらかじめ用意したバケツに注いだりするというパフォーマンスを行っていたそうです。デモ団体は韓国国内ですでに3000以上の小売店が運動に参加していると表明し、今後はこれを全国規模に拡大させると宣言。またデモ当時の販売中止対象はビールやタバコが中心でしたが、今後はお菓子や飲み物など約100種類にまで増やすと公表しました。そんな韓国の不買運動に海外からは驚きの声や呆れる声が多数上がっていたので、ここで反応の一部をご紹介します。皆様も何か意見がありましたら、ぜひコメント欄にてコメントください。
これまで散々日本製品に頼ってきたんだもの、今さら日本製品を捨てられる国なんてあるわけないでしょう。日本よ、心配しなくていい。俺が日本製品を買うよ。おい韓国、不買って言いつつ買ってるじゃねえか。俺は日本製品大好きだよ。バイクはヤマハの FZ6 だし、車はトヨタ GT86 に FJ クルーザーを持ってる。パソコンはソニーバイオだし、カメラはソニーの α772、 時計はカシオ G-ショック、 炊飯器は、あれ？俺ってもしかして日本人なのか？イタリア人はみんな日本製品を崇拝しているよ。だから日本製品はミラノに送ってくれ。おい待てイタリア、お前ばっかりずるいぞ。日本産、シカゴだ、シカゴにも送ってくれよ。もっと日本製品が欲しいんだよ。ベトナム人です。韓国が日本製品を必要としないなら他のアジアの国に製品を送ってよ。普通に欲しいから。ところで日本は韓国への援助を終わらせて他のアジアの国に投資してもいいんだよ。私は台湾人です。韓国製品よりも日本製品の方を信用しています。俺たち中国人もなんだかんだ言って品質の高い日本製品が大好きだもんな。日本製品をボイコットしたがるのは結構だけど、そもそもあらゆる韓国製品は日本製品のパクリでしょ。メイドインジャパンを不買するって、つまり韓国人はアニメを二度と見ないってこと？任天堂やポケモンをボイコットできるってことか？韓国さん考えて。逆に日本が韓国製品を買うのをやめたら韓国は崩壊しちゃうよ。噂には聞いたけど韓国は定期的に日本を揺すってるみたいだね。この不買も駆け引きの一環なのかな。日本も韓国が不買したのと同じ期間、韓国製品をボイコットしてみてよ。さてどっちが生き残るのかな。韓国人です。随分な言われようですが、私を含めたほとんどの韓国人は不買運動には参加していませんよ。我が国は日本の技術がなかったら何もできません。迷惑な運動は私も早くやめてほしいです。日本人が K-POP と韓国ドラマをボイコットしたら韓国の芸能事業はただじゃ済まないぞ。それでもいいのか。韓国の遠足はポッキーなしになりますね。韓国にはペペロと呼ばれる韓国バージョンのポッキーがすでにあるよ。どこからパクってきたかは一目瞭然だけど。不買運動をどれくらい続けられるのか、これは見物だな。捨てるって聞いていたから、てっきり地面に捨てるのかと思ったら、ちゃんと用意した樽に入れてるのか。ちゃんとお金も出して買ってるみたいだし、なんだこの半端な良識は。写真だけ見るとビールかけで祝杯しているように見えるね。不買の意味は買わない、そして売らない。買って壊すのはただ暴れたいだけでしょ。物を無駄にしてるだけだよ。そしてこのデモの後、彼らはレクサスに乗って帰宅するのであった。韓国製品は日本で売れてないからね。韓国経済を救うためにはもう自分たちで買うしかないよ。韓国は過去を許して前に進むべき。あまりに感情的になりすぎてるよ。以上が海外の人たちの反応です。不買と言いつつ、わざわざ日本製品を買ってから捨てるというパフォーマンスには、海外の人たちも理解に苦しんでいる様子でした。なお、韓国の不買運動はこれまでにも何度か行われてきましたが、いずれも失敗に終わっています。それは、こうしたパフォーマンスを行っている人とは別に、日本製品が売れないと売り上げにかなり響く、日本のビールじゃなければダメだという声がかなりの数上がっているからだそうです。さらに韓国ではデモやボイコットを全く気にせず、ユニクロをはじめとする日本製品を購入したり、日本のゲームを楽しむ若者も多いのです。このように二極化する韓国の不買運動ですが、不買運動をする人、しない人、そして周りがしているからなんとなく不買に参加している人もいるようです。
国民の結束力を高める手段として何かしらの手段を講じたい気持ちもわかりますが、日本製品の不買が行われるのは迷惑ですし、巻き込まないでいただきたいものですね。さて、ここ数年テレビや YouTube などでもよく報じられる日韓関係の亀裂、これには韓国ムンジェイン政権の反日政策が大きく関係しているようですが、近年韓国国内のムンジェイン政権への不信感が急速に高まっているそうです。というのも、日本製品の不買運動を煽っていたムンジェイン氏の側近の一部が実は日本車マニアであることが発覚したからです。韓国内に救う親日派を暴き出すのが私の最高の使命だと総選挙で高らかに宣言し圧勝した元大統領首席秘書官ですが、なんとトヨタの高級車レクサスを3台も所有していたそう。韓国では毎年政府公職者倫理委員会によって政府の閣僚や国会議員、中央官庁高官、裁判官、国立大学や研究機関の教授や幹部たちなど、いわゆる高位公職者の財産が公開されています。その数は2000人にも上るのですが、これは本人だけでなく家族も含まれるのだとか。保有する預貯金や不動産、証券、そして車の車種まで細かく公開されるようです。この恒例行事によって韓国の高位公職者の愛車が日本車という事実が世間に知れ渡ってしまいました。例えば次官級のパク・スギョン科学技術補佐官はトヨタ・プリウスなど配偶者名義の車を2台申告、イ・ジス海外メディア秘書官は本人名義のレクサス RX330、 配偶者名義のホンダ・アコードなど日本車を2台所有、キム・ジェジュン春秋官庁も日産アルティマの所有を申告しています。表では散々日本製品の不買を訴えていた高官たちが、プライベートでは日本車でドライブを楽しんでいたというのは何ともおかしな話です。この事実こそが日本製品の良さを認めていることに他ならないでしょう。さらにこうした日本製品の不買運動は日本企業の韓国撤退も促進しているといいます。2019年に韓国から撤退した外国企業は約173社、そしてそのうちのなんと45社が日本企業で、これは最も多い数字です。次いでアメリカが35社、香港が17社となりました。この流れは2020年になっても続き、日産の韓国法人日産コリアが韓国市場からの撤退を宣言、衣料品ブランドユニクロも9店舗を閉店したそうです。ではここまでの痛手を追ってまで行った不買運動が実際どれだけの影響を日本に与えたのかというと、実は大して影響がないというのです。もちろん人口5000万人を超える韓国経済は軽視できるものではありませんが、海外の反応を見てもわかるように、それをもみ消すほどの日本製品への信頼と消費が諸外国に浸透しているようです。今回は韓国の不買運動についてお送りしてきました。日本製品を買う買わないは個人の自由なので、それをどうこう言っても仕方ないのですが、こうした運動によって日本企業が撤退したり、それによって高品質な日本製品を買えず困惑している韓国国民の方がいることを考えると、なんだかかわいそうな気にもなってきますね。動画をご覧の皆さんは不買運動のメリットとデメリットについてどうお考えですか？一度韓国側の目線になっていただき、ぜひコメント欄でお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。